はいどうもこんちはクレイですよろしくお願いしますさあということで今回は2023シリーズ1注目選手まとめやっていきたいと思いますはいということで本日このプロスペースで2023グランドオープンが行われたわけなんですが皆さん2023シーズンいかがお過ごしでしょうかまあ、ちょっとこの動画を撮影してる時点ではですねまさかの不具合が発生しておりまして現在ガチャが引けないというね えー、まあ、なかなか今までにないような状態になってるんですけど皆さん無事ガチャは引けましたでしょうかまあ、1本目ねあのガチャ動画に関しては、えー、別で出してますので、まあ、まだ見てない方はねぜひこちらを、えー、まずは見ていただけるといいかなと思いますでですねこの2本目何やっていくかと言いますとまあ、やっぱりねこのグランドオープン開幕日の楽しみといえば 選手名鑑チェックです。まあ長くね、プロスペースを遊んでる方だったら同じような、えー、考えをしてる方が結構いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、前回の動画でもね、多分言ってるかなと思うんですけど、このゲームですね、イランクから S ランクの能力を算出することができます。なんで、まあ、それを今回はね、有効活用しまして、リーグとね、リアタイ、両面で、えー、注目選手をね、 えー、ピッックアップししててご紹介いいこうかなと思まます、まあ、計算ができるとはいえどもねなかなかこの選手名鑑全部見るのはちょっときついみたいな人もねまあ、結構いるかなと思いますのでまあこの動画でギュッとね情報をまとめてきましたんで見ていただければと思いますで今回は投手編ということで投手のみに絞ってね お話をしていこうかなと思うんですけど、まあ、特に投手はですね新球種の追加とかもあって、まあ、大きくねバランスが変わったんですよねでただこのね選手名鑑で見れる情報として球種もね見れるんですが基本的に球種に関しては K ランクと S ランク、まあ、例えばこの濱口選手今見てるの B ランクなんですけど、まあ、これと、まあ、今日出てる S ランク全く同じ球種になってるんですよねなんでまあ投手に関しては割かし まあ計算の部分もそうですし、まあ、急所の部分がね、ほぼイコールになるので、まあ、かなり S ランクの能力が予想しやすい、まあ、そういった仕様になってます。ということで、まあ、当初をね、今回ピックアップしてお話ししていくんですが、まあ、注意点として、まず、強い選手でも、特に元々の能力から変更がない選手に関しては割愛をしています。なんで、まあ、強い選手を全部ピックアップしてるってわけではないんですけど、まあ、今回、特に大きく変わった選手とか、 また今までよりも強くなった選手、逆にちょっと弱くなっちゃった選手みたいなところをピックアップしていますので、ぜ、ま、ひ、あね、2023シーズン、今シーズンの今後の補強であったりとか、なんかを妄想などねしながら見ていただけるといいかなという,ふうに思います。じゃあ早速本編入っていきましょうどうどぞ はいといととうことでまずはですねオリックスから見ていきたいと思いますオリックス注目選手1人目はこちら山岡選手ですねはい、まあ、こちらステータス的にはここからプラス10の査定になりますので77、79、77というね 数字にななるかなと思います、まあ、そもそものステータスもねめちゃくちゃ強いんですが一番大きいのは中継ぎ適正復活ですねこれがかなり大きいかなと思いますではリアイ性能的にもですね、まあ、そこまで過去のもの直近のものとは変わってないかなと思いますので、まあ、特殊能力次第ではね、まあ、現状もう超綺麗に10万になりそうなことは分かってるんですがそれ以外2つはまだ分かってないので、まあ、そこ次第ではさらに 強化にななるる可能性もあるかなと思います続いて、えー、ワゲスパック選手ですねはいこちらはですねプロスペース初登場になってるんですが787069というね、えー、能力でおそらく出てくるかなと思います B ランクの場合ですねプラス15での計算になりますねで、まあワゲスパック選手ね先発中継ぎ限界突破0でいける適性を持ってて でなおかつこの吸種なんで、まあ、結構面白いかなと思うんですよね、ツーシームチェンジアップ C おそらくこのチェンジアップは、多分斜め下に落ちる d n a の投手陣とかよく持ってるやつだと思うんですけど、まあ、それプラスナックルカーブもありますし、ストレートも A なんで、まあ、オリックス投手陣にさらに1枚、強いピッチャー加わったかなという感じですかね。続いてソフトバンクです、ソフトバンク1人目はこちら、オスナ選手ですね。 はい、こちらもプロスペース初登場なんですが、まあ、まずステータスですね C ランクはプラス25での計算になるので787760という能力になることが予想されます9、まあ、位請求 AA こそ無理なんですけどどちらかは A に持ってったりとかまな、あ、板は7979の同士とかが組めたりしますとで何よりね球種がめっちゃ強いんですよねストレート S カットボール B チェンジアップ B この第1球種全部 B 球種以上っていう でプラス、えー、ツーシームとタテスラまあリアタイ的な組み合わせで言うと、まあ、そこまで脅威ではないかなっていう感じではあるんですがまあでもやっぱり9位の、まあ、ストレート S もそうですし、まあ、全体的に質が高いなといった印象ですね。 まあ特殊能力もまだ分かってないので、まあ、そこ次第ではさらに強くなる可能性もありますねで続いて2人目はこちら石川秀太選手です、はい、こちらステータス的には767077というね、えー、能力になることが予想されるんですが1番は今回注目球種ですね、まあ、ここが大きく今回のねアップデートで変わってまして特にパワーカーブですねこの軌道がねだいぶ気持ち悪そうなんですよねなんでパワーカーブの変化量大きいボールを持ってるってだけでもしばらくはえる可能性があるとしまあ、ちょっと S ランクのタイミングがね S ランク実装 どのタイミングになるかもわかんないですけど、まあ、そのタイミングまでに、まあ、パワーカーブの選手そんなに多くね、まあ、まだ出てないので、まあ、出た時は脅威になる可能性があるなと思ってますでかつ中継ぎ起用できるんでねうーんこれが強いでナチュラルシュートは、まあ、前回の動画でも言ってる通りマスラーナチュラルシュートはストレートの回転でフッて動くような、えー、感じになってるんですけど、まあ、それによりねツーシームとのこう投げ分けみたいなのは あんまり強くないかなとは思いつつツー、まあ、シームスプリットっていう、ね、組み合わせもあるので、まあ、中継ぎで出てこられたら結構嫌な投手になるんじゃないかなと思うんですよね。であとはは結構ねホークスは変わっててるところも多くて のの選手の球種がカーブになってるんですよただこれあくまでも表記上だけで回転はドロップカーブになってるみたいなんですよねなんでまあここは純粋に強化ですねカーブ S はなかなか見たことないでもあとはヨシ選手がですね下のカットボールを持ってるんですがまあこれ縦カットみたいな え感じでしたね続いて西武です西武はこちらタイラ選手ですね、まあ、こちらはステータス的にはね大きくガラッと変わったってわけではないんですけど、まあ、今回メイン適性が先発になりましたまあこれはね、まあ、今シーズンから平、ね、選手が先発に転向されるということでもう事前にねこのゲームの中では、えー、適性が変わったっていう感じですがまあそれに伴って中継ぎ抑えもね消えずに先発中継ぎ抑えオール S っていうね、まあ、これがどういうことかっていうと限界突破ゼロでどこにでも置けるっていう、まあ、昔はねちらほらいたんで 最近はなかなか、ね、このタイプのピッチャーいないので、まあ、結構貴重になるかな、まあ、特に最近始めたての人とか、まあ、S ランクでまだピッチャーがこう組めてないみたいな方とかにとっては貴重な、ねえー、存在になるかなと思います、まあ、あとはですね西武でいうと宮川選手がパワーカーブ持ってるんですが、まあ、でもさすがにちょっとパワーカーブオンリーだときついかなこの組み合わせだとなかなかっていう気はしますが、まあ、一応パワーカーブ持ってますと、まあ、あとは特殊能力次第で平井選手と、まあ、あとは水上選手ですね まあここは結構、強化になるんじゃないかなと。 まあ、ただ D ランクなんで、特殊能力お互いにね、まだ分かってないので、まあ、どうかなというところでありますけど、まあ、西武の投手陣はね、特殊能力含めてもっと強化されるべきだと思うんで、まあ、ここは期待したいかなっていう感じですかね。続いて楽天です。はい、楽天は松井勇気選手ピックアップさせていただきました。まあ、ステータス的にはね、大きく変わってるってわけではないんですけど、こちら、球種ですね。フォークとスライダー、もともと強いんですけど、さらに変化量アップしました。なんで、まあ、この2球種だけね、まあ、今までの常時対比みたいな、 まあそんな感覚だと思うと、まあ、かなり厄介かなと厳密に言うとカットボールがちょっと変化量下がったりしてるんですけど、まあ、この2球種がやっぱね軸なんで、まあ、ここがね、強くなったのは大きいかなと思いますでさらに特殊能力もまだ分かってないのでここ試合ではさらなる強化の可能性もあります、まあ、あとは楽天の注目選手で言うとですね、西垣選手の球種の変化量ですね が結構大きいなーっていうのとまだ唐島選手が全動値になってましたねおそらくここ多分通常 S ランク出るんじゃないかなと思うんですがまあ、ここはコンボ的にありがたそうまたンチャーホー選手ですねのチェンジアップが変化量上がってましたね続いてロッテですロッテからは佐々木朗希選手ですねはいまあ、ここは結構ねいろんな方がもう話題にしてるかなとは思うんですけどまずステータス請求 a ですねここはいける形になってます侍ジャパンと同じような感じかなで何より特殊能力奪三振シですねこれがついてるということで おそらく S ランクで出る時には超奪三振症になって出てくることが予想されますでこれがねあの効果的にはツーストライクに追い込んだ時に発動して変化球の変化量アップ脱散心確率アップミートショーダウンでおそらくこのミートショーダウンっていうのが多分中ダウンに超になった時にはなる気がするのでまあ、なかなか今までにないパープルの脱三振の特殊能力に似てるような感じかな 今まで変化量アップはタ、ね、イピンの選手しかなかったんですけど、まあ、ランナーなしの状況でもツーストライクに追い込めさえすれば変化量が上がる形になるので、まあ、なかなかねこのゲーム対人戦だと三振で取りづらいんですけど、まあ、この特殊能力がうまいことね、まあ、この環境を崩すような。 感じにななっったたら面白いのかなと思ったりはしますね、まあ、あとはロッテでいうとメルセデス選手、まあ、ここも、ねえー、巨人から移籍ということで期待のところだったんですが、まっすらがです、ねまあ、先ほども言った通りストレート回転でちょっと動くような感じになったのでツーシーム維持だったんですけどちょっと巨人版に比べると、まあ、やっぱり弱体化と言えるのかなと思いますね。であとは澤村選手も、ね、ロッテ版初登場になりました。 でここは九州こんな感じなんですけど普通に強そうっすね。まあ、あとは特能がどうなってるか次第かな。続いて日本ハムです。はい、日本ハムはやっぱりまず伊藤選手ですね。はい、こちらが、まあ、ステータスこんな感じでね、今出てると思うんですけど、プラスでいいファースピッチがですね。 えー、搭載となりました、まあこれ今ねまさにあの不具合現象が起きちゃってる球種の一つであるんですけど、まあ、いわゆる超スローボールですね、まあ、正直ねこれ初見殺しにぐらいしかならないのかなっていう感覚は個人的にあるんですけど、まあ、でも今までにないタイプの球種だし、まあ、伊藤選手って元から球種も多いのでうまあ、上手いこと組み合わせたりとかまた特殊能力もまだ分かってないんで、まあ、そこ次第では案外面白いかもしれない。 でかつ中継ぎ適正今回ついたんでまあリリーフでのワンポイント起用とかも面白そうだなと思いましたねであと日本ハムでいうと田中誠儀選手がもう出てるんですよね、まあ、ここは結構びっくりかなはい能力的にはこんな感じ、まあ、あとは注目でいうと宮西選手ですねここねステータスが結構弱体化されてて7775かなになるんで9位請求 AA、A、とかは無理になっちゃったんですけど、まあ、ただ球種に関しては維持でしたね うん、ほぼ変わってないので、まあ、リアタイ性能的にはそんな変わってないかなって感じですかねあとは特能次第かな続いてセ・リーグヤクルトですねはいサイスニード選手ピックアップさせてもらいましたまあここはですね今までなかなか見ない投手だったかなと思うんですが今回上カットボール維持でパワーカーブ持って出てきてるんですよねパワーカーブ持ってる投手の中で言うと石川修太選手とこのサイスニード選手現状この2人がね結構面白いんじゃないかなと思ってますまあメインは先発ながら中継ぎも持ってますし まあ他の組み合わせも結構強そうなんで、まあ、ここはもしかしたら今後使用率上がるんじゃないかなと思ってますあとヤクルトでいうとそこまでガラッと変わってる感じはなかったんですけど田口選手のタイピンが維持ながら超タイピンがいじながらカットボールが消えちゃったんですよね、まあ、これがちょっと痛いかなっていうところはありますかね続いてベイスターズです、はい、ベイスターズからはエスコバー選手ですね、はい、こちらステータス的にはですね昨シーズンのものに比べると若干弱体化特に制球の部分ですねがしちゃってるんですけど 九州で上2シームが復活しましまたあこれはかなり大きい、まあ、僕はね過去のツーのシーム時代のもの上ツシーム時代のものを持ってるんですけど、まあ、最近ベイスターズ純正始めたよって人とかって持ってないと思うので、まあ、これはかなりねありがたい復活になったかなと思いますねで、まあとはベイスターズで言うと今永選手と山崎敦明選手ですね、えー、この2人が称号なしで9位請求永遠の同値ということで まここは結構リーグ的にね、まあ、純正の方もそうですし、12球団の方にとっても、ね狙い目になるのかなと、まあ、間違いなく S ランク出る2人なんで、まあ、特に今永選手はオール A もいけますね、続いて阪神です、阪神からは岩浅選手をピックアップさせてもらいました、まあ、ここはですね、今回、固有追加というところもね、まあ、ありまして、こんな感じになっておりますが、はい、投球前のフォームが似てますね。 まずステータス的には称号での9位、請求 AA 同値が狙える形になってます、まあ、ここは侍とか別のタイトルホルダーと同じような感じなんですが球種がですねナックルカーブからパワーカーブになりました。 でパワーカーカブねここまで紹介してきたピッチャー、結構変化量大きかったと思うんですけど、この湯浅選手2ってことで、ちょっと小っちゃめなんですよね、ただこれが逆に案外刺さったりする気もちょっとしてて、まあ、ここ間違いなく S ランク出る選手だと思うんですけど、まあ、登場が楽しみかなというところではありますね。ただ、阪神の投手陣で全体的に見たときにね、西選手とか、また青柳選手が、まあ、ストレート系、上方向が動くピッチャーだったと思うんですけど、まあ、そこがね、今回、この相対的に弱体化。 にななっっちゃったかなと思いますね共にナチュラルシュートニュって感じになったんでまあ今までのものの方が強いかなあと個人的にはちょっとここ S ランクなんですけど伊藤選手脳慎徳の緩急これが結構気になってますねまあ、是非使った方 内社対戦した方がいたら感想、コメント欄で教えていただければと思います続いて巨人からこちら菅野選手ですねはいこちらは能力がそれぞれプラス10ということなので、まあ、78、83、82におそらくなるかなと思いますでまあ、ついにですね、全動値オール A での全動値っていうのができなくなっちゃったんですが、まあ、ただオール A は相変わらず狙えるということなんで、まあ、やっぱ強いなとでこの菅野選手もですねナックルカーブがパワーカーブになりました フォ、まあ、ークがね、ちょっとあのー、一時期に比べると変化量ちっちゃくなっちゃったりとか、まあ、過去の最強超大ピンの変化量めちゃくちゃ多い時に比べると、まあどうかなーっていうところありますけど、まあ、そこ持ってない方とかにとっては、直近の菅野選手の中だと、まあ、かなり強い形になるんじゃないかなと思うので、まあ、狙い目かもしれないですね。であとは戸郷選手がね、中継ぎ適性消えました。球種とか諸々はそんな変わってないですね。まあ、あとは、今日追加に S ランクでね、なってるビーディ選手、初登場なんですけど、 まあここもねパワーカーブ持っててでもナチュラルシュートはそこまで強くないかなって感じなんですけどツーシームも持ってるんでまあ案外、ね慣れるまでは中継ぎも使えますしまあ面白い存在になるんじゃないかなとまあ巨人でねこう福袋引いて狙いじゃなかったけどビーディ選手当たったみたいな人は案外使ってみると面白いかもしれないです続いて広島です広島からは栗林選手選ばせてもらいましたまあここもね岩佐選手同様についにですねこういうフォームが。 えー追加とななったわけなんですが唯一かなおそらく唯一だと思うんですけど、パワーカーブとカーブの組み合わせなんですよね。これがね、案外、今までのパワーカーブから今回変わったことによって、ちょっと厄介になったんじゃねっていう気がしてるんですよね。まあ、ただちょっとここはね、打者目線の映像とかまだ見れてないので、まあ、あくまでもこう想像の世界になっちゃうんですけど、まあ、パワーカーブ、他のピッチャーのパワーカーブの軌道とか見る感じ、 面白いいんじゃないかなかと思ってますねあと他の投手でいうと松本投手がですね2種フォークになってますねただ第2のフォークこの F の方のフォークは元々のナックルっぽい軌道みたいなね え感じになってるんで、まぁ、あ、ちょっと他のタイプのね、西フォークとは違う感じになってます。で、ラスト中日ですね。はい、中日から大野選手ピックアップさせてもらいました。まぁ、あ、ここはシンプルに、えー、ステータスが強い、正午での全動値が相変わらずいけるよねっていうところなんですが、まぁ、あ、リアタイ的には過去バージョンの方が強いかな。でね、中日はそこまでね、全体的になんか強化されてる感じがなくて、小笠原慎之介選手、S ランク出てるんですけど、ここもね、ストレート動かなくなっちゃったんで、まぁ、あ、ナックルカーブになったのはね、良かったんですけど、まぁ、あ、 まあちょっと弱体化かなこれパワーカーブだったら結構面白かった気がするんですけどね、まあ、あとは高橋宏斗選手の中継ぎ適性が消えちゃいましたでも、まあ、あとはね今日昨日の深夜かにちょっと衝撃のニュースがありましたけどロドリゲス選手もね、まあ、ここで追加になってるんですがおそらく近く排出停止になるんじゃないかなとそうかロドリゲス選手もパワーカーブだったんか、まあ、もしねちょっとこの D ランクとか欲しい方いたら早めに取っといた方がいいかもしれないですね はいといととうことで以上今回は2023シリーズ1注目選手まとめ投手編ということでやっていたんですけどもいかがだったでしょうかまあ、大きくね変わってる選手たちはこの動画の中で、まあ、大体網羅できているんじゃないかなと思うんですけどもし見落としとか、まあ、この選手も意外と強いよとかあればですねぜひコメント欄にて書いて,いていただければと思いますで次回ね、ね野手編ということでまたちょっと弾道変わってる選手とかステータス強くなってる選手適性がめっちゃ実は変わってる選手とか まあ紹介していければいいかなと思ってますので、ぜひ、初編もお楽しみにしていただければと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともこの動画、少しでも参考になったためになった2023シリーズ1、より楽しみになったという方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでではまままたた次回の動画でお会いいしししょううありがとうございました